はいどうも皆さんこんにちは。今回は日清戦争についてお話していきます。前回の動画では日清戦争が起きた経緯についてお話してきました。今回の動画ではいよいよ日清戦争が勃発、開戦から終戦までの戦局を見ていきます。それではまず最初に開戦の様子から確認していきましょう。まず最初に動いたのはすでに朝鮮に到着していた日本の軍勢でした。日本軍は朝鮮の首都漢城に向けて出発して、国王が住んでいる景福宮を包囲、朝鮮軍と戦闘の上王宮を制圧し、国王を拘束して大元軍を無理やり政権につけます。清国寄りの現政権を倒して日本寄りの政権を作ったのです。こうして出来上がった日本寄りの大元軍政権に、清軍を朝鮮から追い払ってくださいと言わせることで、朝鮮に頼まれたから日本は清と戦うという戦争の大義名分が出来上がりました。この大義名分をもとに日本軍は清軍が駐屯している我山に向けて軍勢を派遣するのです。一方海軍も行動を開始していました。長崎を出発した日本海軍の目標は2つ。清が朝鮮半島に送ってくる増援を阻止することと、朝鮮西海岸の制海権を握ることでした。そのような目標のもと、日本の連合艦隊が朝鮮の西側へと向かっていくと、そこで清の巡洋艦と遭遇します。こうして日清戦争の初戦、江東沖海戦が始まります。東からやってきた清の巡洋艦は二手に分かれましたが、片方は日本の巡洋艦秋津島に追い詰められて座礁。座礁した清の巡洋艦は後に火を放って沈没、もう片方はもはや逃げられないと考えて白旗を上げました。日本側優勢のうちに終わろうとしていたこの戦いですが、そこにやってきたのがイギリスの貨物船交渉号と、それを護衛する砲艦です。今イギリスの貨物船と言いましたが、この船は清がイギリスから借りた船だったので、乗っている人々は清の兵士たちでした。つまり清はイギリスの船を借りて朝鮮半島に清の兵士を輸送しており、そこに日本軍が偶然遭遇して戦いになったのでした。清側の護衛の砲艦は異常事態に気づき引き返していきましたが、貨物船の方は引き返すことができず日本の船に接近。白旗を上げていた清の巡洋艦は隙をついて戦線を離脱しましたが、後からやってきた砲艦は降伏しました。ここで問題になってくるのが輸送船の交渉号です。この交渉号が輸送しているのは先ほど言った通り清の援軍です。なにわの艦長である東郷平八郎は交渉号を捕獲しようとしましたが、乗っている清国兵はそれに従いませんでした。結局東郷平八郎は警告の上で交渉号を撃沈、イギリス国籍の輸送船も沈めてしまったので、一時日英関係は険悪になりましたが、国際法上問題ないとして大きな問題にはなりませんでした。こうして海軍は一つ目の目標である清の増援を阻止することに成功したのです。江東沖海戦での日本の勝利の結果、我山に派遣される予定だった清側の兵力は約半減されました。これが日本陸軍の作戦にも有利に働き、陸での勝利を呼び寄せます。漢城を出発した日本の陸軍は我山を目指して南下していきましたが、その途中で清軍が青函に布陣していることを知りました。清軍が2つに分かれていたため、日本軍も2つに分かれそれぞれと戦おうとしていきます。しかしその途中清軍からの攻撃を受けました。先陣を切っていた部隊が応戦しましたが、この戦闘で日本軍は日清戦争で初めての犠牲者を出します。この戦いに参加した白上源次郎、通称木口小平は突撃ラッパを吹いている最中に清軍から銃撃を受けて絶命。死ぬまでラッパを吹き続けた勇敢さが美談として新聞で報じられ、後には国定教科書で紹介され人々の間で広まりました。結局清軍が逃走したことにより日本軍が勝利して青函を占領。日本軍は清軍の主力は我山にあると考えてさらに進軍しましたが、我山に清軍の姿はなく、清軍に壊滅的打撃を与えるという目的は達成できませんでした。こうして日本陸軍は我山を占領した後に硫酸へ戻っていきます。このような戦いの中、日本は清に宣戦布告しました。日本政府が公式に掲げた戦争の目的は、朝鮮に内政干渉して属国扱いしている清と戦って朝鮮の独立を保障するということにありました。こうして日本国民は兵士として戦争に動員され朝鮮半島で戦っていくことになります。日本軍は朝鮮の内陸を北上し漢城に集結、対する清軍は兵力を平壌に集結させて日本軍に対抗しようとしました。
ここで日本側の作戦を確認しておきましょう。海軍のメインミッションは秦の増援阻止が達成されたため、残るは朝鮮西海岸の制海権を握ること。陸軍のメインミッションは秦国の首都である北京周辺で決戦を行うことでした。しかしそのためには落とすべき3つの場所があります。朝鮮、旅順、宝殿です。まず平壌付近に大軍を送りたいので、その安全を確保するため朝鮮の敵を一掃する。次に北京周辺の決戦の本拠地として両島半島先端の旅順を占領、最後に宝殿をついて北京周辺の敵軍を分散させるというものでした。これらを実現するために日本軍は第1軍と第2軍を編成します。第1軍は秦軍を朝鮮半島から駆逐し、国境を越えて満州に侵入する軍、第2軍は旅順占領を目指す軍です。このような作戦を頭に入れた上で、日本、秦、朝鮮の順番で国内の様子を見ていきましょう。さて、日清戦争が始まった日本では国家一丸となって戦うという意識が生み出されていました。今まで政府と激しく対立していた政党は政府の批判を中止して政府に協力するようになり、日本政府は大本営を広島に置きます。こうして広島は戦争の前線基地となりました。広島で行われた第7議会では、政府が提出した軍事予算は満場一致でそのまま可決、新聞も全力で戦争に参加し戦争を支えようと呼びかけていました。まさに日本は挙国一致体制で戦争に向かっていったのです。では対する秦国はどうなっていたかというと、近代化に立ち遅れており、軍隊も万全の体制ではありませんでした。国内では政治対立が激しくなっており、十分な力を発揮できません。つまり早くから挙国一致体制で統一された日本に対し、秦国は政治対立で不統一のまま戦争に突入したのでした。そんな時に朝鮮では近代化改革が行われていました。交互改革です。日本が成立させた親日政権の下で日本に有利な改革を行っていたのです。この改革の下で日本は鉄道を敷いたり軍用電信を作ったりすることを朝鮮に認めさせ、日清戦争で朝鮮が日本に協力することが決められました。こうして朝鮮の人々は食料を準備したり軍事物資を運搬したりすることを強要されていきます。このような状況に大元軍や朝鮮の民衆が黙っていたわけではありません。後に各地で日本軍に対して抵抗していくことになりましたが、日本軍の近代兵器と巧妙な作戦の前に鎮圧され、苦しい時代を過ごしていきます。それでは戦争の様子に戻りましょう。この時秦は北から増援軍を送っており、平壌を占拠した上で日本軍を迎え撃とうとしていました。なので日本軍の次の目標は平壌に集結している秦の陸軍を倒すこととなります。平壌は近くに川が流れている南北に長いお城です。日本軍は4方向から総攻撃を行いましたが、平壌の固い守りと秦の軍勢の迎撃は頑強で、日本軍もなかなか苦戦しました。特に川の対岸から攻撃を仕掛けた日本の軍勢は大損害を受けています。一方、戦場の北側に目を向けてみましょう。北側には玄武門という門がありました。秦軍はこの門を突破されないように内側から厳重に守っていたのです。そこに現れたのが原田重吉という兵です。なんと彼は城壁をよじ登って城郭の内部に侵入、侵入に成功した原田重吉は門を内側から開けて日本の部隊を招き入れました。これによって日本軍は平壌城北部の占領に成功。それ以降も秦の軍勢は抵抗を続けていましたが、次第に戦う気をなくしていき、白旗を上げるとともに北の方に逃亡を始めます。こうして日本軍は平壌を陥落させ入城、平壌の戦いは日本の勝利に終わりました。平壌陥落の次の日には朝鮮半島の西にある黄海で日清の艦隊による海戦が行われました。黄海海戦です。大本営は陸軍への輸送を安全にするため海軍に朝鮮西海岸の制海権を握ることを命じていたのですが、なかなか真の海軍を探し当てることができていませんでした。そんな中でやっと見つけて戦いとなったのが黄海海戦だったのです。戦闘が始まると真の北洋艦隊は当時主流だった横並びの陣形を採用したのに対し、日本の連合艦隊は縦並びの陣形で高速移動を行いました。つまり日本は新戦術を採用したのです。日本の海軍は速度を生かして位置を調整し、秦国艦隊に対して有利な位置から砲撃を加え続けるという作戦で戦っており、この戦いが終わった後秦国は軍艦12隻中5隻を失うという敗北で、その他にも3隻が大破していました。
対して日本は2隻が大破、1隻が損壊といった状況で、この黄海海戦でも日本軍は干渉しています。これによって日本は制海権を得ることに成功し、陸軍兵力の海上輸送と物資輸送が可能になりました。海軍の勝利により陸軍が動きやすくなったのです。こうして陸軍は朝鮮を足場に遼東半島に向けて進軍を続け、清の領土の中に侵攻していきます。平壌を攻略した陸軍は退却する清軍を追って北へと進み、清と朝鮮の国境に流れている川鴨緑江を渡りました。清国の政府はこの鴨緑江で日本の動きを止めたかったのですが、日本軍は清軍を破って領土内に入り込み、その後第一軍は分かれて西の方向へと進んでいきました。同じ頃、遼東半島には日本の第2軍が続々と上陸していました。北京周辺での決戦の根拠地として旅順を攻略しようとしていたのです。旅順は清国の重要な軍港で、十数年の歳月と巨万の金を費やして構築した難攻不落の要塞です。日清両軍は激しい戦いを展開しましたが、清軍が撤退したことにより、日本軍はわずか1日で旅順を占領。旅順市街に入った日本軍は市街地と付近の掃討作戦を始めました。この時に民間人も無差別に殺したため、日本は虐殺を行ったとして、国際的に日本を非難する声が高まっています。旅順が占領された。こうなると清は崖っぷちです。これはまずい。そう考えた清は日本に向けて講和の申し入れを行いました。戦争が終わりに向かい始めた。そうなると日本も作戦を変更しなければなりません。日本は北京周辺での決戦を中止して、イカイエの攻略と台湾占領を実施する方向に舵を切りました。講和条約でもらえる土地をできるだけ増やそう、そう考えるようになったのです。こうして大本営はイカイエから動かなくなっている清の北洋艦隊を攻撃することを命令。第2軍はイカイエに向かって進撃を開始して、連合艦隊もこれに合流。多くの北洋艦隊の船を撃沈、行動不能に陥らせました。陸海両面からの攻撃によって清国北洋艦隊は降伏、日清戦争は事実上の決着を迎えたのです。日清戦争の講和会議は山口県の下関で行われました。日本側からは総理大臣の伊藤博文と外務大臣の陸奥宗光が、対する清からは李鴻章が下関に到着、講和条約の交渉が始まりました。日本はできるだけ有利な条約を結ぶために、この間にも台湾の土地を狙っており、台湾の近くにある澎湖諸島を占領していました。しかし予想しなかった事件が発生します。李鴻章狙撃事件です。李鴻章が日本の邪魔をしていると考えた一人の日本人が、交渉から帰っている李鴻章を銃撃。幸い顔を傷つけただけで生命に別状はなかったのですが、この事件によって李鴻章に世界の同情が寄せられると、できるだけ有利な条約を結ぶなんてことは言ってられなくなりました。伊藤博文は李鴻章をお見舞いし、清が望んでいる停戦を無条件で飲むと提案。こうして結ばれたのが下関条約です。この条約で決められたことは、朝鮮の独立、遼東半島、台湾、澎湖諸島の割譲、賠償金約2億テール、佐市、重慶、蘇州、広州の開港です。つまり朝鮮の清との属国関係を解消し、領土を広げ、賠償金を得て清に新たな港を開かせたのです。もちろんですが、日本に優位な条約となっており、日本は朝鮮から清の勢力を一掃して大陸進出の足場を築くことができました。しかし下関条約の締結から6日後、ロシア、ドイツ、フランスの3カ国が日本に対して遼東半島を清に返還するように勧告してきました。三国干渉です。当時のロシアは南下政策というものを取っており、凍らない港を求めて南へと進んでいました。そんなロシアにとって遼東半島は極東進出の重要な地域だったのです。ということでロシアはドイツとフランスを誘って日本に遼東半島の返還を勧告したのでした。もちろんですが、この頃の日本に列強3カ国と戦う力はありません。こうして日本は圧力に負けて、清が相当の賠償金を払うなら遼東半島は放棄すると表明。日本国内では三国干渉に対する怒りが高まり、ロシアに対する敵意が強くなっていきました。このような経緯により日本は臥薪嘗胆の風潮の中で軍備の増強を進めていくのです。さて、いかがだったでしょうか。下関条約によって東アジアの伝統的な国際秩序、朝貢体制は崩壊しました。
秦の敗北は列強に衝撃を与え、眠れる獅子として恐れられていた秦は日本に敗北するほど弱体化していたと明らかになったのです。これ以降列強はアジアへの侵略を再始動し、ここに列強国の仲間入りをした日本も連動して帝国主義のアジア侵略を拡大していくのでした。ということで次の動画では台湾平定についてお話ししていきます。それではまた次の動画で。